びっくりだ、びっくりした。よいしょ、来た、五条さん。はい、そんな行きましょう。まあ、ニアが終わったんですね。ニアが終わった。じゃあ、3夜目。3夜。雨降ってる。あら。雨の夜勤は本当にやだ。なんだこれ。でも本当に人来なそうですけどね、雨の夜勤だったら。そうね、地方だったね。なんか、え、今の何ですか？なんだ。ん？コンコンされてる。ん？え？でも今のちょっととりあえず見ません？え？お風呂じゃん。トイレ、トイレじゃない、トイレ、トイレ、トイレ、間違えた、間違えた。これ何？何だ？ん？もうちょっと上？警報？傘だ。傘。あ、雨だからね。雨だからね。いや、みんな使っちゃうだろ、これ。なんでここに置いてんだ、しかも。しゃ、仕事行こう。今のトントントンって何？ね、降りたんじゃ。あ、誰かもなんか持ってきたんだよ、これ。手紙。え？ん？え？なんで？何？あ、ビデオじゃん。ビデオだ。よく見る。やだ。よく見れるな、こんな誰かわかんないのに。ん？裏？裏？うん？あ、むずい。終わり？終わり。TikTok よりもず、短いね。そうですね。ショート動画。ショート動画。ビデオにする意味。何のキーワードなの？さす、さす。あー、結構降ってる。さっきのボロ屋だったら結構浸水しそうですけど。いやー、んコンビニまでは完璧です。いや、待って、うん、でもここ降りるんじゃないか。でも俺階段じゃないか。え、そこ左違う。あ、違う。んまだ階段じゃない。あ、分かった。あ、違う、ここ降りれない。これ降りない、最初のとこじゃん、これ。もっと奥？全然違うじゃないか、おい、えなちゃん。いや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 、何やってんだよ、これ。オージャスさんがちゃんと道覚えてないから、なんか言ってましたよね、俺道覚えのバグだからみたいな言ってましたね。悪いけど俺道はね、本当にすぐ覚えられる。雨の日はまた変わってくるでしょ、それ。いや、一緒でしょ、土地感的には。行き止まりだ。あれ迷っちゃった。迷子じゃないですか、これ。迷子。大丈夫大丈夫大丈夫。迷った時こそ自分の勘を信じて。これ道変わってない？これ変わってないと思うんですよ。この街が動いてるんじゃないか、これ。え、街自体がそういう、ほら、あった、これだ、あった。うん、え、まず通りましたっけ。そうか、人だと思った今。え、え、なに、びっくりした。やばい、迷子じゃないですか、これ。いや、いや、待ってる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 。全然私どこ歩いてるかわかんないです。何、黙って黙って、ついていきなさい、あなた。ほら、走る、ほら走れてきた。脳の中に全部できてんですよ。分かってました、今。分かってるって言ってんのだから。何を言ってんの、君は一体。すごい雨。雨の話じゃない。大丈夫、一回水水見てこ、誰か直してくれるのかな、後ろ。まあ、荒らされてたやつ。あれ、車だ、車だ。え、電気ついてました。電気ついてた。あ、止まってる。あ、OK。 さっきのビデオのどっから落としたんだろうね。あれは、あれ、それなんですか。あ、ビデオか。うん、また後ろ開けっぱなし。泥棒入ってきたよ、これ。すごい、急に静か、急に静か。
あれ、いない。もう帰っちゃった。え？もう交代の時間だから帰っちゃったじゃないですか。何それ。びっくりした、びっくりした。もう不意打ちすぎる。マジでびっくりした。ムカつく顔してるし。ムカつく顔してるな、こいつ。なんだよ、こういうやつ一番モテない。自分が面白いと思ったやつ絶対ダメ。面白くないんだよ、ほんとに。嫌な脅かし方。いや、もうバイトやめろ、お前はよ。いや、マネージャーですよ、多分。あー、見た。そう、言ったん、相談したんだ。VH 財が怒ってくるって。ほら、ええやったら、お前じゃないのか、もしかして。え、犯人？お前じゃないのか、ほんと、しょうもない。ってやってさ、一気に今心臓が、本当だよ、うわっ、うわっ、やられてる。なんで、いつ、いつよ、いつ、さ、今は大丈夫だったよね。そうですね、この短時間で。こんな変な遊びしてるから。いくつかの商品が品切れになっている。あ、棚を常にいっぱいするのが家のモットーだ。明日の朝だから、あれだ、品出しだ。裏行きましょう。あ、知ってんの？え、わかんないですけど。品出ししなきゃじゃないですか、やっぱ深夜は。品出しな、品出しな、品出しの王って言われた。そんなんいるんすか？どうなんですか？品出しの王、品出しはないするわけや。お菓子はどこだ？お菓子じゃないかもしれない。じゃあ、ここ、ここのラーメンか。どしです。どこだ、なんかでも今、あ、これじゃない、ん、違う、書いてる。でもなんか、じゃないんじゃないですか。これなんだこれ。仮想の塩。ほら、おにぎりじゃんこれ。え？おにぎりじゃん。おにぎり。え、のポテトなんかお菓子っぽいけど。からつく。からつく。そんな画角画角。カメラのお菓子じゃないですか。なんかお菓子っぽいですよね、袋は。スナップ？うん。開いてるとこある、これ。え、なんかもう一個隣に開いてるっぽいとこありましたけど、うん、言って言って、それを早く。もうちょっと前、ほら、ここ違う、あ、左、あ、ここ、おお、あんじゃん。え、もうない。おかしいですよね。でもあの、うん、冷凍のところも開いてましたよ。開いてたね。1個なわけないじゃないですか。分かってらーに。なんすかその言い方。全く攻め立てて。おかしくなってる、ゴージャスさんが。分かってらーに、あなた、私。どこの言葉ですかそれ。初めて聞きました、あれ、閉められてる、あれ、あれ、閉めた、なんで、え、ゴージャスさん閉めました？あれ？え？これ。分かってる、兄とか言ってるから。閉じ込められた？え？え？閉じ込められてません？おお、なんかある。あれ？もう逃げてた。あ、またあったの。キュート。アイテムいっぱい置き、ああ、一回置きますね。置く。今日これですよ。あ、これ切る、はい。お父さんの食堂カツ、冷凍だね。おにぎりっぽいの持ちましたね。あ、いた、何だったんだ。え、おにぎりじゃないとダメなの。お客さんいっぱい来てんじゃないですか。
おお、すいません。浜田。浜田さん。うん、頼む。エアコンね。浜ちゃん。あ、友達ですか。いや、すぐ友達になるからね。あー、フレンドリー。ベンダーさんとかもね。うーん。ある一線までちょっと超えちゃダメ、やっぱり。心を預けすぎたらダメなんだ。あ、そうなんですか。うん。程よい距離感。程よい距離感。あるんですか、預けすぎちゃうと。めんどくさいからね、やっぱな。違うんだよな。お、来ました。オッケー、うどん食べたくなる。オッケー、これで今日の仕事終わり、うん、楽勝だな、うん、まだあんの。一応見ときます、ご飯食べる。あれ、あ、浜田さんじゃん。浜ちゃん、浜ちゃんどこでやんの。こいつ犯人やんじゃない。大丈夫。やってた。おー、エアコン見てる。あ、室外機ね。見に行った方がいいから。あ、直接ね。直接本当は悪いことしてんのかもしれないから。うん、さっきのって本当に閉じ込められてたんですか。いや、わからん。完全に押せてないかっただけかもってことですね。あ、そういうこと。いや、でも多分閉じ込められてましたね。うん、カチャって言ってたんだ。だろ。じゃあなんで開いたんだろう。だろ。やだ、怖いな。うん、大丈夫、浜ちゃん帰っちゃうよ。あれ、なくなっちゃった。あれ、何これ。スパナ。ハマちゃんのお世話のものだ。開ける。開ける。鍵ある。お、ほんとだ。お、鍵。何の鍵、何の鍵なのかちょっと分かりませんけども、急に静か。宝の鍵。在庫もこれも出すのかい。いや、この青い光は懐中電灯なんですか。これあれですね、なんか鍵の。あ、鍵の輝き？輝きですね。鍵の輝き。すごい。キラキラした鍵。え、ストックもないもんね。すごい。マスクがいっぱい。なんかそういう宝箱的な。まあ、とりあえず鍵を。裏口の鍵とかそういうわけじゃないですもんね。あ、ゴミ箱の鍵？うん、とかじゃないですもんね、きっと。おー、お客さん。え、何？怖いよ。お客さん、お客さん。え？大丈夫？ちょっと白いし。あら。あ、美しいお方だ。美しい。レジ。あ、そうか、相手も置かないとなの。はい、P だ。ねえ。あら、ちょっと。で、待って、女の子ですからね、こっち。あ、そうか。信じられない。こんな夜中に女の子一人で働かせるなんてありえない。そっか、これしかなかったのね。あら。せめて私のお守りだけは持ってなさい。気をつけて、ね。おー、やばい、なんか来るぞ。あれ？市民毛量が。領域展開。来た、五条さん。受け取って、まあ、持ってればいいのかな。何？やだ、お守りとかもさ、持たせないでよ。怖いじゃん、逆に。意外に、なんか、家の鍵とか。家の？これ置かないとダメってことか。いや、ちょっとこんなやってる暇じゃない。この鍵をこれなんとか使うぞ。うん。家買えないと使えないとか、そんなことない。だとしたら買える。裏行きます。裏のゴミ箱見てみようか。ん？え？勝手に動いた。なんか今音しました
小さいなんか音がする、うん、外、うん、え外ちょっと違う、あれ見よう、防犯、防犯カメラ開けて、防犯カメラえ、中じゃない、え中ではないでしょ、誰もね、なんか音してる、ずっと、あ、勝手に開閉してんだ、うわ、きったね、雨漏り、雨漏りしてる、ダメ、汚い、汚い、汚い、お守りしてんだ、鍵邪魔、あ、また閉じ込められた、あら、え、出たよ、また閉じ込め、閉じ込め、え、本当に開いた、うわ、ねえ、ぐちゃぐちゃされてる、うわ、ねえ、うわ、誰だよ、なんだよ、悪質だよ、悪質マジ、口、鍵邪魔だよ、これあ、防犯カメラチェック、うん、何の音、何の音、何の音、今カタカタ開けて、鍵置いて、何だよ、巻き戻して見れないのかな、壊れちゃった、チャンネル2番がぐちゃぐちゃなっちゃった、誰誰なのよ、怖いやつか、これは鍵そこね、鍵そこ、またなんかぐちゃぐちゃされてる、うわ、私もこれ夜トイレ行けないじゃん、いや、お札じゃん、これお札よ、お札集めよう、お札貼る、どっかに、うん、貼るんだ、どこに、入り口とか、え、ここ片付けれないんですか、片付けれないのか、片付けてもいいけど、だね、これね片付けれないんだ、なんだな、汚いもの、治ってる、治ってますね、お札を貼るよ、どっかで貼ろうか、あれ、お札、あ、お札、うん、お札と鍵、お札と鍵だな、どっかで使うんでしょうね、このカメラが呪われてるんだな、うん、右上のね、で、あ、冷凍庫の上、冷凍庫の上のか、上と後ろが荒らされている、なんか怪しそうなところをね、探したいですよね、持ってるから怪しそうなところも、あそこ貼れんのかな、貼れない、うん、あ、来るよ、大さん大さん、大さん、大さん、貼れないか、じゃあ裏、え、どこに貼るの、裏の、呪われてんだよ、多分、すごいね、会議現象来てるのに、あ、これパソコン、パソコン、そうですね、貫通してるだけです、あ、そういうこと、うん、鍵か、鍵で、なんかでも立ち入り禁止のところね、なんか荒らされてますよね、うん、見てみます、立ち入り禁止、立ち入り禁止のところ行けるんですか、そもそも我々は、
キーパン。あ、これなんか入れそうじゃないですか。入れない。こっちか。開けちゃった。鍵、鍵じゃないですか、鍵。あ、鍵っぽい。ここだ。うわ。お札貼る。キー。何ここ。おお。うわ。ここが元凶だったのか。でも鍵もあるんじゃない？鍵を開ける？鍵使える。チャリンコ。チャリンコの鍵？違うか。逃げるの、チャリンコ。最後。謎の小屋ですね。謎の小屋。オッケー、鍵持ってきて。で、ああ、あと鍵だ。鍵をどうするか。鍵を取って、後ろ開けるか。お札？お札の部屋。お札の部屋。結局も鍵綺麗ですけどね。なんかあんな古そうな。だから信じてないよこれ。はい。ん？あれ？あれ？え、これは、え、マネージャー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 、え、4、死じゃない、死、え、ビデオ、マネージャー撮ったのこれ、ね、ドラムの音じゃない、ドラムの音じゃない。叫びも聞こえてますから、女の。行くか。やだ、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 いるじゃん、絶対。近づいてない？あげるよ。わからない。わからない。わからない。閉められてる。夢か。いや、夢落ちじゃない。違う。夢落ちじゃないですって。夢か、完全な。待って、でもさ、今マネージャーやられちゃったってことはさ、うん、あ、待って、ビデオ。出たよ、ビデオ。好きだな、ビデオ。見るけど。え、ビデオ、うん、ね、やられちゃった子がいないんじゃない？今言っても。でも冗談だって言ってたから。冗談好きだから、マネージャー。結構。うん？あー、あれ入り口、うん、あ、こういう角度か。くんじゃん？でーんって。ちょっと、何撮ったの？怖くない。ああ、夢だったのこれ。夢か。じゃあ、おやすみなさい。夢でした。さあ、行きましょう。よし、コンビニまで行きましょう。ここも行くまでに何かあったりすんのかな。そういうわけでもない。いや、ないんじゃないかな。しゃあ、うん、来た、コンビニ。マネージャーいるのかな。いや、もうなくなり、私も朝帰った時はマネージャー来てなかったんで。え、どういうことですか。どっちの話。リアルの話。リアルな話。どういうこと。私が、え、でも今いなかったもんね。いなかった。だから もし本当にやばいじゃん。じゃリアルやばい。警察呼ばないと。あ、間違えた、間違えた。失敗、すいません。もう一回入ります。うん、うん、うん。
あ、治ってる。治ってるね。お、なんかある。あ、違う違う、これあれか。なんでもないです、なんでもないです。紙袋だと思う。あ、やっぱマネージャーいないから。あー。メモ書きは。メモ書きはない。我々自身で動かせということだ。うん。え？あれ？何？え？何？もしもーし。急に？私何かしました？これ何？下に落ちてんの。なんだこれ。テレビいっぱいあるじゃないですか。これテレビでしょ。うわ、サタちゃんじゃない？え？どうなってるんだ、どうなってるんだ。え、何？外に出れない？あ、出れない。なんでこんなテレビ外に出れないんだよ。出ろ、つけてよ。出れないんだよ。出れない。防犯カメラもう一回見ます。うん。やだ、何この錆びついた色々。いけない、いけないんだ。いける？やだやだ。あ、いるよ、男の子。あら、かわいい。かわいい。感覚バグってるじゃないですか。かわいく見えてきた。あ、ほら、歩いてる。オッケーオッケーオッケー。そこな、なんか中を徘徊してる。いないんですよ。どこいるの？何が目的なの？カップラーメンあげるからさ、出てきてくれ。どこ、テレビつけるとか？つける、うん。あ、全部つける？全部私のセブン。ほとんど。え？ドゥヨン。ブレーカーが止まる。ドゥヨン。つけるテレビがあれかな。ああ、そっか、そういうこと。あ、ほら、つけるテレビを研究しなきゃ。あ、なんか防犯カメラで見て、うん、あの子がつけたりするんじゃない。ああ、なるほど。いやいやいや、違う。そんなわけないでしょ。そんな子供が知らないよ、そんな。何のか何がどこにあるか分かるわけない。何かやってるんだよ、手がかりあるんだよ多分これで。いや、ないんじゃないの。ほら、どこ、ここでどこ行くか見てればいいんだよ。カメラ変えて、カメラ変えて。カメラ変えるの。変えて。お腹見てる？これ画角は？多分4個つけるんですよね、5個目で飛んでたから、うん、確かに5個目でなんか変な音かなってね、うんうん、聞いてましたもんね。そこ覚えないと、覚えないと。どこ？おにぎりコーナーの上。上？真ん中中段ってこと？ちょっとちょっとちょっとメモする。あ、メモ。じゃあ新メモします。あ、うむ、はい、助手よ。はい、したためたか。いや、あのカメラワーク分かんなかったんで、今最初のとこしか。おい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 。最初のとこしかできてないです。はい、今どこでした？一番上、手前一番上、これこれ。オッケー、オッケーです。ここだ。お、次助手。そしてこれね、最初のおにぎりコーナーのとこ、お弁当のね。そんで次真ん中は、お、下、どこだ、下。下見てますね。おかしいな、こっち側か。
今3箇所分かってる。あと1箇所どこ、どこだ。レジ前、レジ前、この辺ってこと。ちょっと待って、ちょっと待って、レジどこよ、これ。レジこっち、レジこっち。大丈夫今の、え、これで大丈夫そうですか。結構書いてますけど。今4つ。一回じゃあカメラに見せていただいていいですか。こんな感じでございます。大丈夫かな、今の俺ちょっとすげえ不安だな。大丈夫かな。こんな感じでメモりましたけども。じゃあこの通りにゴージャスさん行っていただいて。じゃあまずおにぎりコーナー、あ、そっちから。あっぱり？そっち手前の、はい、ちょっとです。ここと次もレジ前のそこ。これ？え、これどこ見てたか分かんなくないですか？だからよく見なさい。こんなにいっぱいあるじゃん。だからよく見なさい。あ、でもこれなんか、ね、これは話したか。え、こんなにいっぱいあったらそれは分かんないよ。それはゴージャさんのカメラワークでなんとかしてください。一旦勘でやってみます。どれか。それでおにぎりどこですか？おにぎりは奥です。奥の中段。これ。と真ん中はこっち。どこ入った？右が、あ、そんなに行かない、そんなに行かなかったはず。その辺、あ、ここもいっぱいあんじゃん。え？ここもいっぱいあんじゃん。どこよ、どこよ。この奥の方のどれかだった。メモを手当てに。いけるか？この辺のどっかだった。神谷さんのメモ、出して。この辺じゃない？この辺、その上、それ。おぉ。さっきのとこ行こう、クレジの前のとこ。こんなにいっぱいあったらさ、わかんない。中段見てた？これなんだ。違うか。ああ、違いました。じゃあ、ちょっと任せてください。じゃあ、私に、あ、そうそう、わかんない。もう一回防犯カメラじゃん、すいません。あんなにあるのか、テレビが。それはちょっと大誤算だった。さあ、いけるのか。上決定。上絶対上ね。絶対上決定と。お弁当コーナーの多分あそこの中段なんですよ。ほら、上でしょ。こっちじゃなくてこっち一番上だよ。上もっと上があるの。一番上。じゃあ一番上、これがわかんない。下一番下、一番向こうの一番下一番向こうの一番下？そう。そこ。一番下。これが？これがわかんない。一番下。どこら辺？どこら辺？一番下、一番。じゃあ何個？レジ手前の一番下。完璧！の、完璧、はい。ありがとうございます。さあ、これでいけちゃうのか。はぁ、あ。最難関。ここか。上、うん、うわ光ってる。うわ、ここどこ今。ここ下じゃない。下だった。ん、ここどこの、どこの位置入りました。うん、今のところ。ここですね。うん、下っつった。え、今のところ上じゃないですか。ここです。何行ったよ。上上行った。え、一番最初どこつけました。ちょっとよそ見してないですね。あ、上でしょ。あ、いい、今のとこ下です。下かよ。下でしょ。え、で、そこが下。そこ下。下かよ。ここ一番下しか書いてないです。下おにぎり。おにぎりが上。一番上って言ってた。一番上ともっと上ありますよ。ああ。一番下。どっち？え、奥です。奥の一番下。で、次が上。残念。え？じゃあ空間があれダメだな。読めてない。もっと細かく見れないんですか、あれ？防犯カメラって。確認します。もっと見やすい角度みたいなないのかな。ちょっと、だって分かんないもん。風が痛い。休憩します。
一番奥の下か。一番奥の下。さあ、ゴージャスさん戻ってきました。神谷さん結構解析してくれました。はい、レジ前から。レジ前の前行ってください。あ、でもやっぱここだ。ここの下だ。下。あ、嘘。あっち側か。あ、でも違うな。やっぱこっちだ。ごめんなさい。の下か。さあ、どうや。え、違うのかな。え？あー、違う。え？じゃあ、男の子どこ見てんの？ブチ切れた。え？逆切れ。え？どっか違うっぽいですね。何が違うんだろう。いや、でも男の子がどこ向いてるかちょっとわかんないです。どうすればわかんのこれ。まあでもあの感じで見ていくしかないんですけど、うん、まあ一番、まあ、ちょっと裏技チックなのは、うん、まあ、画面写真撮ってるトラックですよね。もうそしたらね、毎回歩いていくの待たなくていいんですよ。確かに。そんなアナログな方法が。そうですね。ちょっと攻略チックな感じになっちゃいますけど。写真撮った？撮った？撮ってないでしょ。撮ってないでしょ。下でしょ、下。もう。なんか手前？これで一周しましたね。したね。よし、行きましょうか。いけるんでしょうか。来たんだな。これで決定だ。お疲れでした。お願い。開けて、道。残念。でも、うん、めちゃくちゃ惜しいです。ここでしょ、ここが違うんでしょ。ノーコメント。ここだよ、絶対違うの。い、真ん中にしてみます、試しに。めちゃくちゃ惜しかったですね。これさっきここにしようって言った話になりましたね、うん、はい。遠くなりました？まあほぼさっきと一緒ですよね。下ですよね。下だな。これこれ。これやりませんでした？いや、やってない。ん？ん？2個しかやってない？3個しかやってない？ん？いや。進んだ。何かが。オッケー。おお。きたー。きたー。あれ、あ、うん？いる。どこの子？大丈夫？警察ぶち込んでやるから大丈夫？どうしたの？きたー。気を失ってたようだぞ。お母さん、今の男の子の。あれ、元通りだ。お客さん、お客さん、いらっしゃいませ、こんにちは。あ、やっといつものコンビニ。学生、ようこそ。すごい光ってる。ようこそ。来てない。懐中電灯ついてますね。ん？懐中電灯ついてます。懐中電灯か。学生、ようこそ。え、入れないの？あ、ビデオ。うん、正解しました。素晴らしい。今の角度を見れてよかった。オッケー、見ましょう。何これ、よろしいですか。なんで2回聞くの、ね、何。あれ、我の家、我の家、外から見てんじゃん、これ見られてる。足は、足、はあ、今の足は私の足、私の足だよ。やばい、包丁持ってそうぜよ。あ、ベッドの上だ。こんな真っ暗にして寝ますか。頭に見えない。悲しい声だ。早く引っ越し。
しなよ。早くしなよ。何？女の人の声。お。どうしたの？なんか出てきましたね。今出てきたね。今固まってるじゃないですか、お二人とも。何が起こったかよく分かってます。最後何やったの？なんか出てきて、だからストーカー的な人がいたんだよ。バケモンが。バケモンのストーカー、うん、バケモンが。そうだな。いやでも最初おばあちゃんとか言ってたじゃないですか、あの家があったんだよ、うん、でそれを多分壊してコンビニにしちゃったから、うん、そこの怒ったお母さんと子供。いやあ、そっか。なんだろうな。考察した方コメント欄に書いていただけると。はい、ということでございまして、はい、これ原点だったのね。うん、これがあってこそ今あるね、チャーザークスの作品光るわけでございますね。ああ、Thank you for playing ということで、逆にありがとうございました。ありがとうございます。いいですね、いいゲーム、うん、いや、惑わされた、いろいろ。はい、はい、ということで、うん、これからも楽しいゲームやっていきたいと思います。皆さんも応援してくださいね。はい、本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。一応あの、内容というか、はい、まあオーナーが小屋でやられてたじゃないですか、うん、マネージャー、うん、マネージャーみたいな人が、うん、はい、であの人のなんかビデオ見てたんって覚えてます？あの人のビデオ、あの人ビデオをなんか見てるみたいな感じで、 あったね、うん、ビデオデッキのやつ入れてでなんか4って書いてあるんですか、ですか。今回ビデオ実は4回見てるんですよ、うん、ゴージャスさんも。ほう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 。ってことは確かに4回見てる。同じ結末になったんじゃないかというのが。4回見たら、はい、なので、あれまあ一応マルチエンディングなんですけど、うん、4回見ちゃったので最後オーナーと同じ結末をたどってしまった。オーナーも見てたんだ。見てたんだ。あそこの後ろで。もうやらしいな。やらしい。エッチなビデオかなと思ったのかな。すごい。いろいろ考察はね、いっぱいありますんでね。うん、みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。